1980年、自宅にて、河野元彦は、日本の映画評論家、東京都渋谷区出身、文人の長男として、東京に生まれる。元彦の名は、国文学者の笹川林風による命名。学生時代に、淀川長春が主催する映画友の会に在籍した。1956年に、早稲田大学第一文学部文化を卒業。同級生に、 作家の生島次郎と小林信彦がいる。卒業後、日本コロンビア入社、ディレクターとして制作を手掛けた。日本コロンビア退社後、渡米。帰国後日本クラウンからワーナーパイオニアに転勤し、退社後フリーライターに転校。キネマ巡報、スクリーン、日刊スポーツのほか、サウンドトラックのライナーノート執筆、翻訳などの活動を行う。 1982年3月から木曜洋画劇場の解説者を5年10ヶ月に渡って担当する。またこの時期、頻繁に渡米し、ハリウッド映画業界の取材をした。晩年には、目黒区教育委員会の委員を務めた。ミュージック・ベン・クラブ・ジャパン会員。1991年、人不全の試死去。58歳没。おじは ILO 社会保障専門委員。 早稲田大学理事等を歴任した、小学博士の末高信、河野半山、日本人、植村先生を、奥府編、生活文化同好会大阪教育大学1962。ありがとうございます。